10月29日30日の2日間浜北区の万葉の森公園で浜北万葉祭りが開催されました。会場の万葉の森公園は万葉集に浜北ゆかりの歌が4首あることにちなみ平成4年に開園。諸説に基づく万葉集の歌に詠まれている植物を中心に作られた公園と万葉集が作成されたといわれる奈良時代から平安時代の文学や文化を伝える施設です。公園内にある万葉資料館では当時の衣、食、住に関する展示があり人々の暮らしを深く学ぶことができます。浜北万葉祭りは今年で23回目を迎え万葉の文化にちなんださまざまな催しが行われました。イベント万葉の調べでは浜北商工会の女性部が登場。鳴子を手に持ち万葉の森公園をテーマにした元気なよさこいを披露しました。続いて薩摩琵琶の演奏が行われました。琵琶は奈良時代に中国から伝わった楽器。この日は琵琶特有の風情ある音色に合わせて井伊直弼と桜田門外の変にまつわる物語が語られました。お昼を過ぎると浜北万葉祭りのメインイベント曲水の宴が始まりました。曲水の宴は奈良時代に宮廷や貴族の間で盛んに行われていた行事の一つ。水の流れのある庭園などで池の縁に参加者がそれぞれ座り上流から流れてくる杯が自分の前を通り過ぎるまでに歌を木簡に綴り杯の酒を飲み干すというもの。綴られた歌は飛行の席へ運ばれ節をつけて読み上げます。来場者は奈良時代の最盛期とされる天平文化の華やかな絵巻の世界に見入っているようでした。万葉の文化を伝える催しはまだまだ続きます。会場では草木染めや手まり作りのほか万葉衣装の体験なども行われたくさんの来場者が万葉の文化が栄えた時代の暮らしを楽しみました。なんか古代に帰ったようで雰囲気を楽しませていただきました。日が暮れ始めると浜北万葉祭りのもう一つの顔万葉コンサートがスタート。まずは浜松ハーモニカグランパの演奏。夕暮れの会場に相まって来場者はノスタルジックな調べに聞き入っていました。味噌のフレンドリーコーラスは万葉集の歌にメロディーをつけ現代風にアレンジ。灯籠の明かりが作る幻想的な雰囲気の中にコーラスのハーモニーが響き渡りました。ラストを飾るのは浜松出身のアンサンブルトリオルーチェ。トランペット、ホルン、ピアノの時にしっとりと時に軽やかな音色が会場を包みコンサートに花を添えました。万葉人のみやびやかな文化を今に伝える浜北万葉祭り。タイムスリップしたかのような幻想的な雰囲気に包まれた一日となりました。